はい、皆さんこんにちは、吉田美山さんです。はい、いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、こちらのチャンネルではですね、皆さんのチャンネル登録をお待ちしております。こちらの上の方にですね、チャンネル登録っていうのが書いてあります。そちらをクリックしていただければね、チャンネル登録完了という形になります。ぜひね、お願いしたいと思います。はい。はい、今日はですね、今ミニストップさんでやってます、一番くじですね、ご存知でしょうか、ハンマーバキをやってるんですね。びっくりしましたね。ハンターハンターをやってるのはね、知ってて、うちの近くのミニストップ寄って、ハンターハンター買おうと思ったらですね、バキやってました。はい。で、引いたんですが、一回600円なんですよね。一番くじで600円ってこれ初めてじゃないかなと思います。だいたい500円なんですけれども、当たったのはこちら。手ぬぐい。これは何賞だったかな ?F 賞か。あと H 賞まであるんですね。こう、手ぬぐいでございます。3種類。ハマユージローと、花山カオルかなと、ジャックの種類ですね。まあ、これを選びました。で、手ぬぐい、他ですね、まあ、湯飲みだ。定番湯飲みだったり、フィギュアだったり、クリアファイルだったりですね。あとは、まあ、カードスタンド付きのですね、フィギュアだったり、ミニフィギュアだったりですね、首から上のフィギュアだったりとかですね。まあ、そんなんなんですよ。一番いらないのは当たっちゃった。手ぬぐい。手ぬぐいはね、これどうすんだっちゅう話ですよね。で、600円でしょ、これ。ジャックの背にくっきりと染め抜かれたハンマーの2文字。そんな2文字ありましたっけ？花山薫はね、後ろにね、あれを背負って、なんだっけ、入れ墨背負ってますし、浜裕次郎はね、鬼の顔がありますけど、これですね。ジャックハンマー。ジャックハンマーですね、正式名はね。これは、どうしたらいいんでしょうか。後ろに、後ろがすごいことになってきますね、だんだんね。で、実際の 手ぬぐいとして使う気はさらさらないので、やっぱ、ちょっと飾るかな。ちょっとわかんないですけどね、今のところ。はい。もちろん、ハンマーユージロのね、フィギュアが欲しかったです。あと、クッション、思い出した。クッションもあるんですけど、いろんなキャラクターね、の顔が出たですね、クッションがあったんですが、それがですね、B 賞かな。かなんかなんですよね。まあ、当然当たんなかったですけどね。はい。ちょっとね、またチャレンジしてみたいと思います。ということで、今日ご紹介したのは、ミニストップさんって今行っている一番くじでございました。ありがとうございます。